すごい近くなってやっぱ利用しやすくなったなって思います。地域としてもですね、まあ、大切に守ってきた駅ではありますけれど、まあ、内陸高校生のですね、利便性ということを考えればですね、やはり、移転についてもやむを得ないかなというふうに地域の方々とお話しさせていただいたという結果だというふうに思っています。